今回はクリエイティブソサエティ、クリエイティブな社会について質問を受け付けてみたいと思います。クリエイティブな社会とは何ですか？宗教団体ではないですか？これはクリエイティブな社会のことを初めて聞いた人の多くが最初に疑問に思うことです。クリエイティブな社会は国際プロジェクトで、特定の団体の名前ではありません。今のお金と権力主導の消費型社会にとって変わる新たな社会モデルです。世界規模のムーブメントと言っても良いかもしれません。誰もプロジェクトから給与や利益を得ることはありませんし、動画その他すべてボランティアによって制作されています。またあらゆる宗派の人が参加できますが、宗教とは関係がありません。国籍、人種、性別に関係なく誰でも参加できます。人はいろいろな思想を持っています。また国家の主義もまちまちです。世界共通の社会を作るのは無理なのではないですか？無理だと言って最初から諦めて何もしないのか、それともできると言って自分のできることから始めるのか、その決断をまずしましょう。単純に考えれば、人の命よりもお金に重きを置く今の消費型経済を続けるのか、人の命が最優先される安心して暮らせる社会に住みたいかと言ったら、答えは明らかですよね。よほど偏った考えや勘違いしている人は別として、9割以上がクリエイティブな社会を築くことに賛成します。これは道行く人に実際に次のような質問をして、その答えの統計から出ています。クリエイティブな社会は誰もが経済的に安定している世界です。戦争、暴力、奴隷制のない完全に安全な世界です。医療と教育は無料で、住宅も無料で提供され、公共料金を支払う必要もありません。移行期間中は毎月100万円以上の基本収入が無条件で一人一人に与えられます。そして移行後は欲しいものはほとんど手に入るようになり、交通手段も無料になるので、お金は必要なくなります。社会全体の利益のためにプロジェクトに携わることもできますし、全く仕事しなくても構いません。あなたはクリエイティブな社会に住みたいと思いますか？クリエイティブな社会ではどうやって住居が無料になり、基本収入が全員に与えられるのでしょうか？今の消費型経済ではお金がなければ住むところもなく食べることもできません。政府があり、公共事業があり、税金を払います。しかしクリエイティブな社会では、こうした今までの考え方を完全に忘れてしまわなければなりません。まずいくつかの国だけがクリエイティブな社会を採用するということはありません。全世界の国々が一つの統合された社会として、国民投票によって一斉にクリエイティブな社会を採択する必要があります。すると国境という概念はなくなります。各地域の文化や遺産はもちろん保護されます。そして統一された一つの財政が出来上がり、それは社会に属します。公共事業など必要なことには国民自身がスマホに組み込まれる投票システムによって実行するかどうか、実行にはいくら必要なのかなどを自分たちで決定します。政治家ではありません。新しい社会では人々の手による自治市政府となるので、政治家はいなくなります。この唯一の世界政府というのは独裁ではありません。それは人々の自治によって成り立つ社会だからであり、クリエイティブな社会では誰も人の上に権力を持つことはできないのです。そしてこの人々が自治する社会がお金の使い道を決めますので、月1万アメリカドルに匹敵する基本収入が一人一人に与えられることも可能になります。分かりやすく例えるなら、世界が一つの家族として、全て必要な人に必要なだけお金を与えるようなものですね。住居や教育費、医療費に関しても同様です。しかしこのお金はクリエイティブな社会に移行するための5年から6年の移行期間中にのみ必要になります。クリエイティブな社会が完全に構築されたらお金は必要なくなります。というのも、レプリケーターやヘルスカプセルによって健康や欲しいものは全て手に入るようになりますし、無料発電機によってエネルギーも無料になるからです。
信じられない人がほとんどだと思いますが、これらのテクノロジーが可能になるのはクリエイティブな社会プロジェクトのボランティア研究者チームが古代の科学でできていたことを紐解いたからです。これはレムリアやアトランティス文明には存在していたテクノロジーで、宇宙では当たり前のように使われています。働かなくてよいなら皆怠け者になってしまうのではないでしょうか。一日中何もしないで家にいたとして、そういう生活をどれだけ続けられるでしょうか。人は何かに貢献したいと思っているし、社会や人の役に立つことで自分の喜びとなるようにできています。世界旅行をしたり、友人たちと一日中話すのも良いし、そういう時期があっても良いと思いますが、それだけで終わって良い人生を選んできている人もいれば、そうでない人もいます。全ての物質的豊かさが手に入って何の不自由もない生活ができるのに、何か心に空虚感ができるような場合は、他に人生の目的が必ずあります。ほとんどは社会や人の役に立つことを通じて自己の魂の成長になることを目的としています。確かに理想的な社会ですが、今の状況を見る限り、そのような社会を構築するのは不可能ではないですか。少なくとも私が生きている間には起こらないでしょう。これは私の私見ですが、このプロジェクトを最初に立ち上げた人たちの中に、宇宙人やシャンバラなどの古代文明の知識を継承している人たちが入っているようです。というのも、今までの知識では知り得ない地球の歴史や以前あった文明、そして物質を構成するエネルギーのことなど、現代の素粒子物理学や量子力学では説明できないことも解明しているからです。これまではそうしたテクノロジーは武器や戦争などへの悪用を避けるために伏せられてきていましたが、今1万2000年ごとに繰り返される大変動のサイクルに再び突入していて、公開しなければ地球と人類が生き残る道はないと判断したのだと思います。しかも今回は大きな5次元への次元上昇アセンションと重なって、銀河連合をはじめたくさんの宇宙系の援助が来ています。この宇宙からの援助がなければ、人類の手だけでクリエイティブな社会のような世界に5年10年ですることはできないと思います。しかしたとえ援助があったとしても、私たちがそれを望まなければ何も起こりません。まず望んで、そう決めたら一人一人が行動することです。そういう意識に到達した人が増えて臨界点に達したとき、ベルリンの壁が崩壊したように一気に世界は変わるのだと思います。この臨界点とはどれくらいなのかということですが、私は世界人類の約 20% と思っていましたが、チャネリング情報では 40% 近くだそうです。そうすると実に30億人以上ということになり、気が遠くなりそうですが、諦めてはいけません。比較的地球が安定しているのはあと 4、5 年しかありません。その間にできるだけ早くこの5次元の社会モデルとも言うべきクリエイティブな社会のことをできるだけ多くの人に伝えなければいけません。それではクリエイティブな社会が構築されるためには、私たちは何をしたらよいのでしょうか。クリエイティブな社会プロジェクトのことを理解したら、周りの人に伝えることです。この時、このような社会になるんだという決意というか確信を持って広めることです。この情熱がないと人はなかなか変わりません。しかしその時は無理でも、後で他のソースから聞いて考えを変えてくれる方もいますので、あまり結果に執着せずに情報を広めていきましょう。言うまでもありませんが、その際は現行の法律の範囲内で行ってください。今回はこれぐらいにしておきましょう。またクリエイティブな社会に関して Q&A 動画を作りますので、質問をコメント欄にお寄せください。それをもとに作成したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。